これはマニ教の布教の伝播のルートというか広がりですね、スプレッドですから広がりを示したものです。非常に不思議な宗教でありまして、その土地土地の宗教の中に染み込んでいきます。これは落合ワンワールド士官をご存知の方であれば異論のないところだと思います。中国においては東大三位教の一つにマニ教がありました。それから明代シナ、明代中国、明という時代はマニ教の時代です。マニ教を明教とも言います。その時に、遣唐使が派遣されました。おそらくこの辺から陸路で、この辺から陸路、直に行ったかもしれません。直というか直接行ったかもしれません。遣唐使は学びに行っただけでなくて唐の人々を日本に招き入れていますね。こういうことが多々あります。出島からも、出島にオランダ船が来ていましたけれども、そのオランダ船に乗って日本人がヨーロッパに行っています。マルコポーロの場合も同じだと思います。マルコポーロの日本にまでは来てはいないということですけど、記録としてそうであっても記録というものはおおむね真実は書かないものです。記録として残して良いものしか残しません。したがって、本当かどうかは分かりません。記録だけをたどっていくと史実というのが全部嘘だったということになりかねません。それでこれだけ広がって、私はここに住んでますけども、そしてこの三浦梅の謎を解くを実に長いこと人生を費やして言語の研究解釈を行ってきたんですけれども、人類史はまだ始まったばかりです。まだ紀元前シュメールの前からしてもまだ8000年かそこらですよね。これからまだ数千年どころか1万年2万年、数万年と続きます。これはもう当然この地図を見ると分かります。この辺からようやく広がってきたというだけのことです。アメリカはここです。アメリカの経済がいつまで、現状のまま維持されるのか、そういうことはもう分かりません。数十年単位で変わります。南アメリカがどうなっていくのか、南北アメリカがスペイン語圏とアメリカ英語圏に分かれるかもしれません。その中で飛躍的な発展が期待されているのはこのアフリカです。その他開発の余地のあるところというのは多々ありますよね。シベリアとかですね。で、開発が進むにつれてこれまでの先進国というのは人口が減っていって衰退してきます。石で作った建物は長く持ちますので、アフリカでの富裕層が、その富を得た人たちがヨーロッパに住むというようなこともありえます。日本も同様です。中国も同様です。こうやって貧富というのが入れ替わっていくということも考えられます。当然あり得ることです。したがって人類史は始まったばかりなので、これまでのことをあれこれ考えても仕方ないわけではないんですけど、歴史から学ぶことは多々ありますが、次に次にと開発が進んでいくはずです。世界企業ランキングを見ると分かります。通信、通信デバイス、それから宇宙産業ですよね。それから地下の開発、地底の開発、水中の開発、結局これからの人類の活動の範囲というのは地中、水中、空中、宇宙となります。そういうことを考えるとこれからの2500年、5000年、7500年、1万年、だいたい2500年を単位として考えると分かるんですけども、一体
体どんなふうになるのか見当もつきません。そういう中で、言語という本に出会ったことは意味のあることでした。ではこれで終わります。